皆さんこんにちは、タイガー桜井です。そしてアグノムです。そして今回特別ゲストとして、はい、チャビ G/G です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ということで今日はもう6月も半ばということでですね、何が起きるかと言いますと、スタン落ちの時期になってきましたね。よいしょ。そうですね、はい、診断もね、はい、出るということで、まあ、落ちるカードもあるということで、はい、今回落ちるの鋼鉄のリベリオン、うん、はい、まあ、初めてね、この機械というね文明が登場した段ですよ。これも1年ですか。懐かしいですね。なんか文明降臨、バビナジャイアント、もう落ちるってことですね。せっかく神が来たのに。悲しい、語ってよ。でも本当ね、今機械デッキがね、あの環境をブイブイ言わしてるじゃないですか、うん、ということで結構この機械がね落ちるのは痛いんじゃないですか。めちゃくちゃ痛いです、はい、てかティア1ほとんど大打撃受けるから、もうガラッと環境変わりますよ。これはもうなんか今までのそのスタン落ちとは比にならないぐらいのスタン落ちなんじゃないですか、うん、本当に何のデッキができるのってぐらいほぼ落ちる気が、うん、うん、ということで、じゃあちょっと見ていきますか、早速。行きましょう。思い出とかもね、語りつつね。はい。はい、じゃあまず、ニュートラルのレジェンドからいきましょう。うわー、はい、オーディン。オーディン。いや、これガチで嬉しいです、俺、オーディン落ちたの。なんで落ちたのが嬉しいですか。あの、レイジのデイワンで、WA の方にオーディンで負けたんですよ。しかも、エモート飛ばされて負けたんですよ。懐かしい。あの、静止しビショップ使ってたときに。はい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 。あの、進化エズリアルオーディンに負けました。そうあったな。進化エルフみたいなのありましたね、リベリオン環境。いや、もう本当に苦い思い出しかないです、こいつには。じゃあ、ありがとうございます。機械神。機械神ね。この人なんか強すぎたな。はい、これなんか、うん、8で出したことありましたっけ。間違えて出したことあるかもしれない。たまに今環境は神っていう強いカードが7で出せるんで、うん、8で 8っていうかコスト下がった神を出すときはありましたね。7コスで5566みたいなね。5コスか、5コス5566。まあ確かになんか一番やっぱ印象深いのは機械ビッチの機械神かな。うんうんうん、懐かしいですね。何点飛ばすんだみたいな、うん、もう全体除去だったからね。単コスト全体除去でしたね。 OP。 そして、まあ、マシンエンジェル、これ落ちるのかなり機械は痛いですね。機械カウントも稼ぐのが難しくなっちゃうし、うん、まあ本当機械じゃなくても強かったもんね、この人ね。なんか今あれですよね、冥府ネクロというジャンルが流行ってますけど、うん、こいつ2コストで3溜まるんですよね。うんうんうん、そう、謎のネクロの墓場稼ぎに使われてましたからね、このカード。そうネクロマンス3はね、本当偉大ですよ。でもかなり仕事したカードですね。マシエンジェルいいカードだったな。なんか横並べたいデッキだったらとりあえず入れるみたいなね。うんうん、入れたいっすよね。そしてまあ同じく2コスのメカゴブリンも落ちてしまうということで、いやこいつも強かった。神が出てさらに強くなりましたね、この人ね。リペアモードがいいっすよね。神に変融合で変換できるのがかなり活かした2-2だった、うん。あとなんかあれですよね、ラストワードがついてるからトートとの相性もいいみたいな感じで、なんか新しい自然ビショップとかには結構機械神混ぜ、あ、機械神じゃない、鋼鉄と大地の神混ぜてメカゴブも入れた形とかも結構見ましたね。自然機械ネクロみたいな。そう、なるほど。あ、メカゴブマシエン機械神で落ちて一番痛いのはでもやっぱヴァンパイアかな。間違いない。ヴァンパイアからこっちにこれ、まあ、マシエンメカコブは3枚ずつだったし、機械神のバリューも高かったし、
まあ、ものが落ちるんですけどね。もう根元からもう削ぎ落とされてる。あんま関係ないかも。うん、まあ、そして、前回の門。これね、おもちゃだったんだけどね。そう、なんかファンデッカーが愛するカードだと思ったら、環境の最後に、ドカン。ガチカード。エルフォメット、ドーン。強かった。まあ、融合というギミックがね、展開の方を強くしましたね。うん。うん、あとは、ヤブ、まあ、フニカルヤブ。これもね、よくいろんなデッキにセットで入っていったデッキに入っていったカードだったけど、うん、まあ、ちょっと最近はね、カードパワーに、他のね、カードパワーに圧倒されて入ってないですね。うんうんうん。もうなんだろう、タイプに機械と自然が入ってない時点でもうデメリットみたいな。そんな感じで構築になってきてるから、必然的にあんま見ないですね。まあでもこの2枚はさ、なんか正直発表された時はなんか全然強くなさそうだなって思ったんですけど、うん、マジでなんかグッドデザイン賞だったなって思いますね。うん、なんかあれですよね、うん、あと次の段で出てきたゼウスでしたっけ。はい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 、はい、こっからめちゃくちゃ強くなったイメージが。確かに。いや、懐かしいですね。懐かしい。この時の機械ヴァンパイア、オーディン入ってたな。いや、もう、オーディンだけはもう思い出させないでください、本当に。オーディンモノモノでなんとか頑張ってましたね。頑張ってたな。ハメサキとね。ハメサキ、そう、ハメサキとめっちゃ相性良かった。ヤブンハール。コントロールヴァンパイアに入ってて使ったのが一番かな。うん、懐かしい。懐かしい。じゃあ次エルフ見ていきましょうか。エルフ。じゃあまずこの、あ、道引き。リノセンス終わりだもん。もうダメだ。もう終わりっす。これもうさ、スタンダードにしてよ。でもこいつ2回目でしたっけ、登場。自分の導きは3種類あるのか。サイロックか。それと心が3種類ありますね。そっか。と、これはかなりね、やっぱ、痛いですよ。エルフのスタンダードカードになってほしいランキングナンバーワン。うん。いや、だって、ねえ、対空ない時代のさ、エルフ結構暗黒じゃなかった？暗黒でしたね。バウンス、導きだけあってもしょうがない、みたいなところはある。対空と導きがセットで入ってるから、リノセウス強かったみたいなところはあるから、悲しい、うん。リノセウスはもうちょっと厳しいかもしれないけど、対空あるからエルフはなんとかなるよ。やれるかな？カウント稼げます？あの、いつぞやのアグエルっぽい感じの、うん、デッキができてほしいな。リノセウスはね、もう走らない。うん。111でいい。新鉄圧連砲で走らせますか、じゃあ。そうしよう。あれでもまだ万人が一応残ってるんですね。万人対空。まだ万人がいるのか。まあだから次の段でバウンスが何かしら出たら、リノセウスもまだやれるかなと。じゃあ、レジェンド。懐かしいな、こいつ。こいつ、楽しかったな。一時コントロールエルフに入ってた気がする。なんかその、リノセウスがまだ疑われてた時でしょ。あ、そうそうそう。ゼウスか、主か、リノセウスか、みたいな、うん。そう。もう今だともう完全にリノセウス絶対入れてるみたいな感じになってますけど。なんかカーバンクルと合わせて主も入ってたイメージがあるんだよな。これはね、俺たちのレイジでお世話になりましたわ、このカード。俺たちのレイジはティアワンですかね、主。番制のね、ルールだとリノセウス使えないから、主で頑張ってたわ。でもボジャノの主は想像以上に打点出るからね。意外とね。うん。なんか2ピックで活躍してるイメージがめちゃくちゃあるんだよな。確かにもうピックはもうこれをフィニッシャーみたいな感じですね、単体で。うん。
懐かしいカードだったな。で、チンチア。チンチア。チンチアさ、めっちゃ強そうじゃなかった、うん、発表された時とか。無料進化でね、スタッツもめっちゃ高いし、ちゃんと上がるし。うん。強そうってなったけど、まあ、ちょっと時代が遅かったかな。うん。もうちょい。と。あと3枚くらい。結構だ。あれでも、あれっすよね。レイジ優勝者のサワちゃんさん。うんうん、がなんか自然エルフにシンシア入れてましたよね。入ってるやつあったわ。入ってたわ。だそうだ。嘘でしょ。強かった。使ってる人は使ってたってイメージですね、うんうん、そしてクリフト、ここら辺のね、機械エルフ、この環境のナーフ前はもう派遣だったんだけどね、うん、ナーフされて。この人書いてあるってことすごい強かったけど、今環境まではあんま使われてなかったですよね。まあ、機械エルフというあれ自体が。まあ、一個手前の環境でもちょっと機械エルフがいて、うん、それを支えてたのはやっぱこれのカードではあったと思いますね。うん、めっちゃ強かった、このカードは。天保の鬼。三面除去。22。こいつだってあれだよな、2プレイして出して進化切ったら3面処れるんですよね。うん。うん、やばかったよな。なんかしかもノリで顔に2点飛ばしたりもできるからね。ノリ。ノリがいい。ノリいいな。まあそしてミノムシもね、いなくなるということでね。ガエルフは終わりだ。いいできちゃった。機械単体では組めなさそうだな、次の段はもう。ダミアンが、うん、ダミでねえんだ。ダミ、ダミ、ミノムシクリフトないダミアン。ダミさん。使える気がしない。まあ、ただ今環境で言うと、導きぐらいですかね。うん、使われてるのは。まあ、他はもう、ほぼ一戦級では使われなくなってしまったみたいな感じだよな。ですね。うんうん、いや、このハッカちゃんいなくなるの悲しいな。これなんか対策さん好きでしたよね。こいつすごい好きっすね。結構使ってたイメージある。うん。これ好きな理由はあれですか？イラストとかですか？効果ですか？まあ、効果とボイスっすね。あ、ボイスか。いや、こいつはマジで進化顔させてくれるからすごい好きだったんですよね。処理しながら進化ね。こいつね、なんかさ、先、あと4とかでね、なんか出して、残ってるフォロワーに進化切って進化顔でさせてくれるから、うん、好きだった。確かに高校でこいつ置いとくとかなり強そう。うん。うんうん、こいつに進化切ることはほぼないっていうね。こいつには進化切らない。色変わるんだ。初めて知った。かわいい。多分、って言うんですよ、この子。かわいいな。間違えたっぽい。いいですね。エルフ次のダウンはアマツで。また頑張りましょう。アマツ。アマツだ。アマツ一枚も落ちないわ。アマツ、ミチビキ入んないっけ？アマツ、ミチビキ、たまに入ってましたね。全然必須ワークじゃないから大丈夫です。なあ。じゃあロイヤル。おはい、やべえ。これかまず。ケンブー。こいつ強かったな。伝説のデッキっすよ。STR ロイヤル。もうなんか今でもなんかなんだろう。やってる人いますよね、配信者とかでも。なんか最近流行ってますよね。STR ロイヤルアンリミで組んで。そうやるみたいな。なんか STR ロイヤルこそなんかシャドーバースみたいに考えてる人も結構いたぐらい、まあ、派遣なデッキだったからな。STR ロイヤルミラーはね、特にオタクゲーなんで、今でも愛されてますね。愛されてる。それの代表するカード、白人の剣舞。
とりあえずレジェンド見ますか。はい。はい。リーシャ。リーシャね。もう、さっき言ってたSTRロイヤルの収穫ですかね。収穫。っていうか、マジでさ、今リーシャがさ、そんな強くない、意味がわかんないんだけど。おかしいね。おかしい。すごいカードだよね。すごいっすね。うん、特にもう単体でも強いし、うん、リオードと合わせての使い方がね、めちゃくちゃありますね。STR ロイヤルといえば。リーシャを隠すプランとかあったな。リーシャアサシン。リーシャがなんか4ターン目から10ターン目までずっと潜伏してる時あったな。おかしいな。もういつまで潜ってんだって。して、この人は、見なかったっすね。この人は僕初めて見ました今。あれじゃないですか、シャドバ界で初めてチラ見せという文化を。そうですね、自慢。自慢。そう。まあグレイソンに取られてるけど。今グレイソンに取られてるけど。こいつね、初代は。シャドバ初チラ見せ。ちょっと活躍することはあまりなかったと。あまりなかった。残念ながら。そしてバフを受けたヨハン。結局あんま見なかったヨハン。そうですね、あれでもなんか一時機械ロイヤルめちゃくちゃ流行ってる時期ありませんでしたっけ？ないか。56になってからってこと？いや56になる前。バフ前。なんだっけな。あ、猛虎だ、猛虎。モーコが出てちょっと強いんじゃないかみたいなのはありました。大将軍が7コスだった時か8コスだった時かなんだっけ。なんか STR の一番最初はなんか機械ロイヤル強すぎねみたいな感じでしたよね。なんか大将軍直される前めちゃくちゃ強かった印象があるんだよな。あれそれ被ってましたっけ。いや大将軍はもう直されてたんじゃないか。直される後か。そっかそっか。そっかこのトランポがやべえっていう。そうそうだそうだそうだ。STR の事前評価でトランプルの評価がバカ高くて、あとヨハンもですけど、うん、それをセットで、機械ロイヤルがティアワンダーって言ってたんだけど、どんどんいなくなった。強かったけどな。なんか、STR が始まって2日ぐらいは、機械ロイヤルが無双してましたね。うん、なんか、グローリーコアとかも入ってませんでした？なんか。入ってた。構築もあった。そう、この時の機械デッキがそんなにその機械の最初だから機械カードが少なかったんだよな、多分。うん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 。で、結構埋め合わせ的な感じで入れてたイメージがありますね、コア。あとはまあ、二刀流とキャノンスマッシャーぐらいですかね、今見るのは。二刀流ね、リオドロイヤルの、潜伏ロイヤルの T シャー。こんなに使えると思わなかった、正直ね。これもネタカードだと思ったら。ね、ネタっぽいですよね。超使ったもん、競技シーンでこれ。もうなんなら突進つけなくていいまである。これ突進つくの今知ったわ。知らない人いる、絶対二刀流の突進。突進つくんだ、これ。確かに、突進で使ったことは多分ないよな、ほぼ。自然ロイで二刀流が入ってる構築だとたまにごく稀に使ったことがある。あけどまあない。なんか二刀流おしゃれな打ち方とかあったよ。一回攻撃して二刀流ってもう一回攻撃みたいな。うざいだけじゃん。こういう使い方もできるよみたいな。やってた気がするな。はい。まあ、ロイヤルは、あんまり、打撃は受けないわけじゃないけど、そもそも今、まあ、あんま強くないから。そうね、このところない、うん。今だからこそないみたいな。まあ、剣舞がちょっと悲しいけど。ですね。まあ、ほんと診断に行きたいですね。はい。頼む、ロイヤル。はい。まあ、ウィッチはちょっと、お二人はすごい語れるんじゃないですか。ウィッチはもうめっちゃ使いましたよ。めちゃくちゃ使った。ああ、悲しいカードいっぱいあるもん。悲しい。じゃあまずは、この子かな。
ガイウィッチね。最高のデッキやった、ガイウィッチ。機械ウィッチは本当にお世話になりましたわ。まあ本当、テトラ、ガイマド、ガイ生命体。して、マシンブックソーサラーはここじゃないの？衝撃の事実。そう。取り残されるマシンブック。STR は、そうだ、機械ウィッチってもう本当に使われてなかったんだ。使われてなかった。なんか、テトラはスペルウィッチで使われてるイメージ。いた。そうだ、いいっすね。それで、もう機械ウィッチ、もう本当に使われてない。ウィッチなんだ、ギガキマじゃないか。いや、スペルウィッチだった気がするな。なんかあの、ソロモンウィッチ。ソロモンライオみたいな。ソロモンライオが いたんだっけ、アディショナル後に。ソロモンライオ。ああ。そうだそうだ、思い出した思い出した、そうだ、環境終盤はその STR ロイヤルとソロモンウィッチみたいな BO3 の持ち方だった気がする。うん、そうそうだそうだ。ハイウィッチは一切いなくて、でマシンブックが次の段で搭載されてから一気に輝き始めたと。なるほど、マシンブックはないとダメよこの段に。確かに。いや無理だよ。いてもってなっちゃうね。そしてまあ、クラーク。クラーク。はい、これは。いいカードでしたね。これはもう、大ダメージじゃない？ずっと使われてたな、クラーク。うん、大ダメージ。あんまりなんか最初 10pp で使えねえだろみたいな感じだったけど、ソロモンで使うとめちゃくちゃ回せるみたいな感じだった気がするんだよね。ああ。超過した後のね。そう。あった気がする。実質 20pp みたいなことやってた気がする。実質超越みたいなやつね。時間だけ繰り越せない超越みたいな。でまあ、雷陽の後はでも普通に式神とかでも使われてたし。うん。クラークは。1枚で2回打てるスペルってかなり優秀っすな。1枚で2回打ててなおかつワンドローで3点だからな。そう。超破格のスペルカード。クラークは。スペルじゃないけど。秘術にも入ってるし、もう結構ウィッチ全体的にダメージですよね。うん。てか今まであのあれじゃないですか、あのコアシリーズについて何もみんな触れてきてなかったですけど、ウィズダムコアだけは今これ結構もうめちゃくちゃ優秀なカードですよね。なんかだって今までの人って PP 回復しないんだもん。確かに。フォレストコア、グロリコア、グロリコア、うん。ウィズダムコアは破格のカードですよね。精神統一、うん、にもなるし、予約できるからね PP ね。予約いろいろね、幅広い使い方できましたね。そして2ブースト優秀。はい、そんなところですか。マギサは、マギサもいなくなったら秘術もやばいね本当にね。マギサマジ大丈夫、秘術フィニッシュカードがない。秘術もこれ引かないとちょっと厳しすぎるけど、うん、8まで耐えられないですよね。やっと結構上位デッキに食い込み始めてきた時ですもんな。まあなんか秘術はなんかでも結構運営的にもなんか強くしたがってそうな気がするから、なんか強いの出るんじゃないですか。次に行きたいですね。ですね。次の段はもう自然ウィッチしか残んないかな。クラークない式神をなんか強気しないしな。うん。もうそれこそ打点ないっすね、式神。盤面でしか打点ない、出せないみたいな。一切出ない。うん。はい。はい。ドラゴン。ドラゴン。ダゴン。ダゴン。ダゴン。いなかった。そんなやつはいなかった。なんか全然
ダメージ受けてなさそうに見えたよな。まあ今使われてるのコアと竜神ぐらい。コア竜神ぐらい。なんかね、ドラゴンはもう本当にバイディが強すぎて、他のアーキタイプがね、結構かすんじゃってるんだよな。確かに。ドラゴン牧場とかフォルテとかも全然悪くはないカードであるけど。でも最初の ROG 出始めの時に牧場めっちゃみんな使ってた気がするな。これアドの塊だからな。うん。牧場ドラゴン好きだった、あれ。あとあの、出るのがランダムなワクワク感が。4-3 だけは出るな、っつってね。このターンは面処理しないといけないから、ちょっと5-5のバニラ出てくれっていう。進化切って取りたい。あの返しターンとかで、ここはさすがに失踪欲しいとか。おもろカード。うん。いやでもなんかフォルテもっとブイブイ言わしたかったっすね。うん。失踪枠として。うん。ブイブイ言わせてほしかったなぁ。ちょっとドラゴンもダメだな。怖くないですね。はい、まあ。機械ドラゴンっていうジャンルがないっすもんね。最後まで輝くことはなかった。機械ドラゴン。一応あれなんだよ。友人も一応機械なんだよな。確かに。地味にね。なんでですかね。うん、とにかくドラゴンは自然でやっていくという意志を感じる。うん。バイディが落ちるまでは強いと。はい。そうですね。エクロマンさん。うわぁ。痛すぎる。悲しいよ。悲しい。こんなにあった。セレスさんも。強かった。妖怪ネクの中核。セッサンもなんか発表された時全然強いと思わなかったんだよな。めっちゃ強かったな。永遠の誓いがかなりいいカードだったな。うん、なんだかんだセレッスもずっと使われてましたね。うん、最初はアーカス下げたり。そう、うん。なんか後半の高コストカード帯をね、下げて使いやすくするっていうのは。うん。やっぱセレッス強かった。単体も強いし、全然テンポロスじゃないのがいいよな。なんか、憑依とかニコラとかソーラとか、ニコス下げるのがめちゃ強かったイメージあるな。ゼロコス。ゼロコスで。ゼロコスって。今でこそセレス36出てきても取れるけどさ、昔取れなかったよね。取れなかったっすね。たまに積むことあった、これで、うん。セレス取れんのはセレスみたいな。そして、大幅なバフを受けた、エメアちゃん。ほんと最後の輝きって感じだった、この4コストは。ギガントスカルちゃん。そんな意志を感じる。強くなった。実際結構強かったですね。機械ネクロ。この。プレミアにしたんだよ、3枚。ほんと、ほんとだ。さよなら。さよなら、好きね。早かった。早かったよ。早かったね。あっという間の3ヶ月。あとあれですね、今はメイフが流行ってるじゃないですか。うんうん。ソウルコアが PP 増えないけど結構痛いっていう。まあ、銃はすごいですよね、墓場。銃はすごかったっすね。うん、メイフね、結構これに依存してるんで、なんだかんだまだ。うん、これが落ちるときついっすよ。まあ、完成1、2ターンは遅くなりますよね。遅くなる気がしますね。メイフだけじゃなくて、グレモリーの起動にもやっぱりこのカードがあると全然違うし。うん、結構痛いな、ネクロは。ネクロ結構両カード揃いだな。グールも結構ドロソって意味だと役割しっかりあるから、きついですよね、うん。セレスとセットで普通にドロソとしてね、ゼロコースで。運用できたりしてたし、ネクロは痛い。
やー、死の夢の少女もなー、すごい好きだったなー。まあ、めちゃくちゃ強いこと書いてあるからな。標準のスタッツでなんか加えるって書いてあるから、ね、すごいこと書いてある。うん、STR 機は本当にお世話になった、このカード。うん、いや、この時のネクロすごい好きだったっすね。好き。強かった。はい。ネクロマンサー悲しい。ヴァンパイア。わあ、うわ、これはグロ画像ですね。グロ画像、これは。もう何もなくなっちゃうじゃん。てかさっきのニュートラルと合わせてもう何もない、何もない、全部じゃん。機械ヴァンパイア、これな、残りもう10 15枚ぐらいになりそう。まずモノアマバてかこれっすね、始まりが一番やばい、一番きつい。ヴァンパイア、ちょっと闇始まるかもしれないですね。また暗黒期か。前世紀か暗黒期しかないんだもん、ヴァンパイア。え、これなかったら3ターン目何すんの？何もしないっすよ。何もできない。何もできないよね。何もできないっす。もうノイン置けないっす、先読に。置けませんね。で、まあスレイもあって、レジェンドメデューサ。メデューサ。メデューサス。メデューサ。メデューサ。メデューサ3人目にして、4人目か。メデューサ4人目だよね、これね。4人目でしたっけ？メデューサって4種類なかったっけ？最初ゴールドだった印象があるんだよな。ゴールド、レジェンド、レジェンド、レジェンドじゃない？そんなにでしたっけ？そんなに進化してたんですね。そう、メデューサ。なんだっけ？スイートメデューサもいるから。あ、そっか。そんなやついたな。まあでも本当4人目にしてかなり強いカード。ついにね。強すぎた。ここすごめん。うん。あ、4面か。めん。これどの時代が一番輝いてましたっけ？これはまあ、あれじゃないですか、セクシー。セクシー、うん、そうだ。サキュバスとかと合わせて使ってたなぁ。あ、いろいろ思い出した。懐かしいな。なんかメデュシアナ出すと、なんかユリウスで4ダメ食らうんだけど、4ダメ食らうことによって、フラウスを出すことができるみたいな、なんか、そういうのあった気がする。そうだ、思い出した。全然実証カード入ってないけど、フラウロスピンで入れとくと。ピンで入れて。なんか出るみたいな。ドヤ顔でフラウロス出してたイメージあるな。懐かしい。わざっと思い出した。いやー、このハメサキュもね。これもいいカードでしたね。よかった。これ光らせましたもん、このカード。うん、俺も光ってる、これ。悲しい。くイラストがもうめちゃくちゃ好みだな、好きだな。かなり好き。うん。尻尾持ってんのがいいですね。尻尾持ってるんだ。なんかムツみたいな感じだと思ってたけど、これ尻尾なんですね。尻尾持ってるよ。細けえな。細かいとこいいっすね。いい。サキュバスとあとバロンダブルフィールを僕光らせたんですよ。復讐ヴァンパイアの時代でしょ。そう、復讐ヴァンプの時。このカードね、超好きやったんだよね。お、なんかあれだよね、1枚のカードで2、3枚プレミアにできるカードっていいよね。アドですね。アドバロンも。どっちも、どっちもチョイスするし。そう。そして、これ好きだったなぁ。いいカードでしたね。こいつ書いてあることおかしくないですか、うん、これは。2に主語って時点でも相当強い。相手に出されるときの不快感がエグすぎてやばいっす。
ずっとこれで物何点か計算してないといけないから。ね、ああ、もう物10じゃんってなるからね。頼む。もう走ってきてたよな。頼む、変なやつについててくれっていう思うしかなかった。たまにすげえバフされた極炎のデーモン出てくる。62とかの極炎の。アーマードパッドとか出てきたの。ドーンとか出てきて。でまあブラッドコア、これもかなり大事な回復手段ですね。うん、そうですね、うん。もう回復できないですね、こんな大胆に。うん。自然主体のヴァンパイアにも結構これ入ってるんで今、うん、これ落ちるのが結構辛そう。ヴァンパイアやばいっすね。もう背徳で頑張るしかない次の段は。背徳もちょっと始まり落ちるのやばいし。ヴァンパイアはいます。もしかしたら。黄金期が最後の黄金期なのかもしれない。しばらく暗黒かもしれない。しばらく暗黒そうっすね。診断に行きたい。行きたい。ビショップ、ビショップもリモニウムやばいじゃないですか。きついよ、やばい。外自然ビショップ崩壊しました。崩壊しちゃったよ、やばい。あのデッキはリモニウムデッキだからな。いや、あのリモニウムの救済がそもそも機械カードっていうのが強かったよな、後半。うん。神に混ぜるリソース。うん。もうイージスを見ることがなくなってしまうのか。そっか、イージスもスタモチか。ですね。いや、リモニウムはさ、もうちょっと使わせてよ。もうちょっと使いたいですよね。神落ちろよ、神。神ね。確かに神落ちてもいいからリモニウム使いたい感は。うん。今度はね、機械自然ビショップめっちゃ練習した人多いだろうし。うん。まあリモニウムなくなるから。時間足りなくなることがもうなくなるって考えると幸せかもしれない。プレイ難度はちょっと落ちる。そう。はい。でね、まあ本当リモニウム。まあ俺、やっぱすごい好きなカードでしたね。チェキババービショップすごい好きで。ああ、あったりましたね。うん。やってましたわ。リモチェキ。リモチェキなぁ。してまあ、リテールね。リテュエル。リテュエル。映画でお世話になった。うん。鬼のようにカードを引く。ラビットヒーラーと合わせると鬼のように引いてたな。 GG ですよ。これファミツアップで紹介しましたね。そう、なんだこのカードってなって最後までなんだこのカードって感じでした。いやね、今回もさ、ガルラが出てさ、アミュレット関連でさ、ちょっと欺瞞の疑心ちょっと絡めてみようと思ったんだけどさ、この54、もう、4個とのアミュレット出して。なんか、もうちょっと、分かりやすくしたら使えそうっすよね。うん、そうっすね。うん、いや、新馬裁判所とか出るんだったらさ、結構、良さそうじゃないですか。もうちょっと足りないわ。強さが、単純に。うん、もっといいアミュレット出して。なんか、シャラッカジになんか欲しかったような、5PP だし。あ、もうアミュレット開けますよ、みたいなね。開けますよ、みたいな。ランダムの割に何出ても、まあ、そうかってなっちゃうから。最終、最後にはもうすげえセラフとか出してくれよ。運だけで。最終的なセラフ。そう、すげえもう 1% とかでもいいから、セラフを出すぐらいのワンチャンが欲しかった、このカードに。確かに。かなり面白い。もうこれ、面白い。もうデッキの中とかじゃなくて、もう全てのアミュレットの中から。あ、面白い、面白い。宝くじ当選確率ぐらいでいいから、なんかセラフが出る。うん。なら面白かったな、はい。まあ、あとは。思い入れあるかありますか、僕、メルコット地味に好きやった。
どれ？メルコット。あ、メルコットちゃん。これね、あんまり使われてないんですけど、ちょくちょく実は使ってたんですよ。シバってことですか？そう、シバ。シバ確定サーチにできるのか？あの時はメカゴブもあったかな。あ、はい、メカゴブかシバサーチみたいな。あったな。序盤、レフィエが落ちた時か。かな、そう。レフィエが落ちた後の一緒で、結構ね、プロリーグ持っていくか悩んだんですよね。メルコット入り。メルコット。俺は超してたんですけど、他はあんまり賛同されなくて。メルちゃんにはお任せできないっていう人がいたんだな。結局抜きましたが。こんな感じになるの？やば。まあ、外しかいるんだけど。なんか、ドスケベじゃねえかってことです。ドスケベですね。このテキストとかがいいんですよ、確か。サタンを崇拝してるんですよね。ああ、そうなんだ。ベルヒューワールドにするためって、なんかすごいなんか、なんとか性みたいな。強国の底から、本当だ。あの方を招きする予定です。本当だ。修道女なんですけど、サタン、悪魔崇拝みたいな。へえ。それもあって結構好きだったんですよね。今回今日も、なんだっけ、今回今日じゃないか。なんか、アルティメット殺し合いの環境もなんかであった気がするんだよな。なんすか、ごっころサーチですか。そんなことはしないです。ごっころサーチ。あれ、アルティメット殺し合いってビショップいましたっけ。で、あの、あれじゃないの。なんだっけ、ミルフィーの時じゃないの。あ、ミルフィー。ミルフィーそうだそうだ。ミルフィーが芝確定になるのかな確か。案内人か案内人もどっか持ってこれんのか。この時のやつね。この時のやつ。そう、そっかそっかそっか。自然ビショップ。だから結構隙を見てね、メルコット入れようとしてたんですよ、ずっと。なるほど。ちょっと思い出がある。そんな感じです。これ落ちるんで、ちょっと4コストのアミレット、ちょっと強いの欲しいっす。欺瞞の疑心落ちるからいいっす。確かに、両方いい。ちょっと強いアミレット出たらね、ガルラがぶっ壊れる気がするんですよね。ああ、ガルラ。はい。ネメシス！うわお！うわぁ！うわお！うわお！終わりだ！こんだけ暴れたアーティファクトネメシス、もう終わりなのか。うわお！ジャバジャバできないもん。最高のカードだったな、気候の解放。最高。わお。シアン、わお。昔4、アクセラ4だったのが3になってめちゃくちゃ強くなったのか。うん。おかしい。5じゃないでしょ。今。5だったっけ？ 5だ、5。5が4になって3になってんのか。え、これ、これ3コスのバフじゃないよね、これ。うん。これ3コスのバフじゃない。そして、まあ、これはもう結構思い出あるか、じゃないですか、二人は。懐かしいですね。昔、5コスでしたよね、こいつ。5コスだった。5コス4号とかだった気がするんだよな。5、3、4じゃなかった？あれ？ 5、4、5っす。5、4、5だった気がします。そう。5、3、4になった。そうだ、機械の加速兵が、アッパーされてネメシスが結構強くなったんですよね、1年前ぐらい。なんかメイジアとよく使ってたイメージあるな、うん、他のカードはどうですか。あと人形使い、結構個人的にリーシェナ、リーシェナを開花させたカード、これはもう一生とやろうと思ってます。その、これファミツアップで障害者カードなんですよ。そうですね。それで、いや、弱いでしょみたいな、めっちゃ言われてて、俺だけ強いって言ってたんで、一生とやろうと思ってます。あっ、でも、書いてあるから欲しいよな。30枚加えるってやばい。まあ、でも、アーティファクトネメシスは、ちょっと悲しきですね。
話ですね。だってもう他の機械自然デッキから神がなくなるようなもんですよ、言っちゃえば。確かに。解放がないアーティファクトネメスは、アーティファクトない、アーティファクトネメスじゃないですよ。ニンニクがないジロース。ハスト踏み倒せない。これはきつい。メカニカルガンダーも役なんだ。埋めることさえ許されない。いや、もうニュー解放、新しいの出そうじゃないですか。なんか加速装置か解放をチョイスして選ぶみたいなカード出てきてほしいな。機械の、そう。機械の解放兵でしょ。機械の解放兵。機械の加速解放兵みたいな、なんかチョイスで選ぶみたいな。ね、そう。あと、まあ、欲を言えば、進化でちょっとエンシェントも出してほしいなって気分。おまけでね。おまけ出してほしい。うん。それか、222。マグジェでサーチさせてね。いや、欲しいよなぁ。マグジェは特攻じゃないんだ。マグジェ、確かに。次っすね。あ、そうか。あ、いた。ほんとだ。じゃあ意外と機械ネメシスは生きるのかな、全部機械にできるかどうかってことで、次のね、なんですよ。ダメだ。メカゴブか。メカゴブマシンか。マシンは入ってないから、もともと。メカゴブかな、うん。あとグライアスが来てるか。グライアスでちょっとフィニッシュ力が落ちるってところで、うん、でもいけそう。機械ネメ、あと展開の門も行かれるけど、まああれエアリアルクラフトは落ちないもんね。落ちないですね、うん、ここにいる。そっかそっか。じゃあちょっとメカニカルマンモスとかでちょっとこいつマジで介護官じゃん、クマさんのガチの介護官。介護カードでしたけどね、ツーピックを支えるカード。悲しいよ。悲しい。はい、ということで、まあいろいろ落ちるんですけど、なんか診断作るのめっちゃむずそうじゃないですか、今回。ヴァンパイアが。どうなるんだろう、次のターン。機械自然が出るかどうかっすよね。なんか、多分機械のリメイクちょっと入れないと機械が厳しそうな気がするんだよな。っていうか、多分次の段は、もうきっと神より強いのが出るでしょ。神使わせないでしょ、多分。神のバリューは落ちるから、うん、その落ちたところに同じぐらいのカードパワーが出るんじゃないかな。カードパワーのカードが出るんじゃないかな。まあ、それであってほしいですよね。結構神しか出てこないじゃないかって不満持ってるユーザーも多いんで。うん、僕はもう神超好きだからいいんですけど。なんか新しい種族が出るのかもしれないな。またタイプが、うん、タイプなんすか、したらなんとかと自然の神みたいな三段語ぐらいに出てきて。何がだね。そう。動物？動物。なんか釈迦とか出てきてほしいですね。あ、もうゴッド。ゴッド。それいいな。うん。なんか結構インド系出たじゃないですか。インド系が出てないじゃないですか、なんか。神話とかは。神話系はいろいろ出てきましたけど、あの、ゼウスとか。そろそろブッダとか出てきてほしいな。ブッダブランド出てこないかな。うん。ということで、まあ本当、ちょっと診断情報待機ですね、これは。待機。もうそろそろですよね。はい、そろそろ週末来るんじゃないですか。楽しみだ。楽しみ。こちらを楽しみに待ちましょう。それまでだとダメですって、それ。ダメ？それダメ、それダメ。ちょっと戻ってみてください、それ。はい。ちょっと。もう一回進化をしてください。進化。なんで、なんでそこがついちゃうの？ボイン。ボインだな。なんでボインになった？色気が、
色気が増すんだよな。スライムに色気が出てくんの？進化すると。なんでだ、はい、最初手だと思ってたのに。サイゲームスですからね。天下のサイゲームス様だ、やっぱり、はい。そういうことなんですよ。いろいろなジャンルに答えて。はい、動いてる。めっちゃ動いてる。官能的なスライムっすね。これ作った人どういう気持ちでこれ作ったんだろう。プルンプルン。本当に。ぜひ聞いてみたいですね。これを制作した人。なんかエロって感じですね。で。というわけで、いいですか、もう。ハイズルスライム。これが締めたんですね、このスライムが。スライムもね、スタン落ちで締めましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。